ミラボーの肖像がミラボー伯爵、オノレガブリエル・ドリケティは、フランス革命初期の中心的指導者である。一般的には、単に、ミラボーと呼ばれる。政略のミラボーの異名をとる。ビクトール・リケティド・ミラボーの次男として、ビニョンに生まれ、3歳の時に誤った、天然痘の治療により、顔に黒い反転が残った。エクス・アンプロバンスの大学の法学部で学び、 特に将来民法典を編纂したジーニエティエン・マリエ・ポータリーに影響を受けた。1768年には軍隊に入っていたが、借金を抱え、父を怒らせた。父は、債権者から彼を免れさせるために、ミラボーを数回バンセンヌ城に閉じ込め、最終的にはフランシュコンテ地域圏の十条に1775年に閉じ込めた。 革命前から学識と報道者としての評判で、すでに庶民の間でも有名であり、1789年の全国三部会では、貴族の出身として、第二身分議員の資格もあったが、演説の才能は抜きんでていたので、エクスアンプロバンスの第三身分議員としても選出され、本人は二つの当選からあえて第三身分議席を選んで会議に臨んだ。 1789年6月23日、3つの身分の大議員を招集した会議で大議員を国民の代表とみなす発言をした。革命の初め頃の彼の果たした役割は重要なものであった。選挙民に会議の報告書を送り、ベルサイユで今何が起こっているかをフランス全土に知らせた。3つの身分の会合は彼の提案によるものであり、彼は 国民議会の中心的人物であった。ブルジョア的立場から初期の革命を主導し立憲君主制を主張したが、同じ解明貴族のラガイエットやサントハラ政敵の妨害によって念願であった大臣就任はいつも阻まれた。雄弁とその開放的な庶民性から国民に絶大な人気があったものの絶頂期に突如として42歳で病死し、死後に ルイ16世と交わした書簡と多額の賄賂の存在が暴露されて、名声は地に落ちることになった。一方で、ミラボーという強力な王政語辞論者の死によって、王室は立憲議会との太いパイプを失った。革命の進展に対する不安に駆り立てられたルイ16世と王妃マリー・アントワネットは、王妃の実家であり、敵国でもあるオーストリアに助力を求め、 国王一家亡命未遂事件を起こすが、この事件は、国王と王室に対する民衆の信頼を失墜させ、革命のさらなる急進化を誘い、その後の8月10日事件、ひいては、ルイ16世、マリーアントワネットのギロチンによる処刑、ブルボン王政の終焉につながった。ミラボーから言葉ん口地の重農主義者、ミラボー公爵は、大ミラボー、人類の友ミラボーと呼ばれ息子と区別される。 2015年8月24日閲覧。1772年から1782年にかけて7年間遊兵されていた。しかし、1772年には先生政治論を書いている。投獄されている間に政治で覚書を多数書いている。フランソはトレモリエール、カトリーヌリシ編者、河山孝一日本語版監修。 ラルー・スズ・説世界史人物百科ニルネサンス・蒙時代原書房2004年468ページありがとうございます。